武田翔太は宮崎県宮崎市出身のプロ野球選手、宇藤右内、福岡ソフトバンクホークス所属、大分県ウェップ市生まれ、6歳で宮崎市に転居し、小学校でソフトボールを始める。宮崎市立住吉中学校時代は、南式野球部に所属し3年時に県大会で優勝し、続く九州大会では、初戦で、 三好匠を要する北九州市立大谷中学校に敗れる。その後、K ボールの宮崎県選抜チームに選出されて、全国大会に出場し、近藤健介を要する千葉県選抜チームと対戦した。当時から、球速は1 4 2トルあった。宮崎日大高等学校では1年秋からエースとなり、長身を生かした投球スタイルから、 九州のダルビッシュと呼ばれる。三年自末は、宮崎県予選準準決勝の豊送高校戦で11、脱三振を奪うが、脱水症状で、足が釣り9回裏に途中降板し、休援した投手が打たれ0から1で、さよなら負けする。甲子園出場経験はなし。2011年10月27日、プロ野球ドラフト会議で福岡ソフトバンクホークス。 から一位指名される。背番号は30。同期入団で、下町のダルビッシュと呼ばれた、吉本昌司と共に、W ダルビッシュとして、注目を集めた。2012年、ウエスタンリーグで6月10日からの先発登板3試合15回を、自責3、防御率1.80、7月7日に1軍へ、昇格し、同日の札幌ドームで行われた。 対日本ハム戦でプロ初登板初先発。初回に、先頭の田中健介に対して投じた初球が、時速 151km を記録し、続く、小屋の栄一に対してはこの日の最速となる時速 152km を、記録。6回を投げ1安打1死球1死球4脱三振でプロ初勝利。球団の高卒新人の初登板初勝利は、 井上雄二以来31年ぶり、高卒ルーキーの初登板初勝利は2年ぶり17人目となる。続く7月14日の対ロッテ戦でも、先発、6回を投げ4安打2死球8奪三振、無失点で2連勝、本拠地福岡ドームでの初白星となる。7月19日のフレッシュオールスターゲームにも6回2点リードから5番手として、登板し、 六者連続の凡退に抑えて、同試合の優秀選手賞を受賞した。8月4日の対埼玉西武ライオンズ戦では、初の二桁三振を記録して三勝目となった。8月19日の対オリックスバファローズ戦で5回に、失点の高騰で四勝目を挙げた。高卒ルーキーのデビューから先発で、無傷の4連勝は1966年の堀内。 スネオ以来46年ぶりの開挙となった。8月20日に疲労回復のため出場選手登録を抹消。9月2日に1軍へ戻ると、同日の対日本ハム戦に先発し、4回に中田翔に、プロ初非本塁打となる2点本塁打を打たれるなど6回を投げ5安打298打三振に失点で、プロ初黒星、本拠地初黒星となった。 9月25日には、対オリックス戦にて111球、4安第1死球と、プロ初完封、関東勝利で7勝目を飾った。10月3日の対日本ハム戦では4試合連続勝利を記録した。最終的に、同年は8勝1敗、防御率1.07の成績を残した。新人王は、得票数2位で受賞できなかったが、 優秀新人賞として特別表彰された。クライマックスシリーズファーストステージは10月14日、第2戦で、吉川光雄以来5年ぶり6人目となる、高卒新人による、ポストシーズン先発を果たしたが、3回に捕まり2点ビハインド、1四万塁で、降板、2回1、3を投げ5失点で、ポストシーズン初黒星となった。オフの12月3日に、 初の契約公開交渉に望み1200万円増の年俸2.000万円で契約した。2002年の寺原隼人の2倍を上回る高卒新人最高となる150%のアップ率だった。2013年開幕を一軍で迎え、3月31日の大東北楽天ゴールデンイーグルス戦で開幕ローテーション3枚目として先発登板したが4回0。 3を投げて5失点を喫し黒星スタートとなった。7試合目の先発を終えたところで5月22日に疲労によるフォームの乱れで2軍へ降格。7月31日に昇格し、同日の対オリックス戦から再びローテーションへ入り9試合先発した。しかしリーグワーストの68よし9と、請球難を克服することができず9月26日に、 再び二軍降格となり、そのまま一軍に復帰することなくシーズンを終えた。2014年2月中旬の春季キャンプ中に右肩違和感を訴え別メニュー調整となり、そのまま約半年間右肩通で離脱し、5月26日の三軍での対愛媛マンダリンパイレーツ戦で2回3安打に出展で実戦復帰した。 7月16日から2軍で3試合先発して18回を防御率2.00とアピール8月6日に1軍に昇格となり同日の対西部戦で先発して5回を投げ無失点で勝利したローテーションの戦略上2度抹消と昇格があったが終盤のローテーションを守ったペナントレースは先発の7試合で3勝3敗と援護に恵まれなかったが 防御率は1.87を記録した。日本ハムとの CS ファイナルステージでは、10月16日、第2戦に先発、初回に、内川誠一の先制ソロ本塁打で援護をもらうと5回まで、無失点投球、しかし6回に死2類としたところで、非対抗のショートゴロを今宮健太が1塁へ悪送球したに失点で、逆転され、 続く、中田翔にレフトスタンドで2点本塁打を打たれ6回、4失点で降板し、クライマックスシリーズは2012年に引き続き、敗戦投手となった。阪神タイガースとの日本シリーズは、阪神甲子園球場に手一敗で迎えた10月26日の第2戦に先発し、6回西まで走者を一人も許さなかった。 7回を投げ3安打1死球5奪三振1、失点の成績で、日本シリーズでのプロ入り初登板初勝利を手にし、優秀選手賞も受賞した。11月6日、左脇腹を痛めた小川康弘に代わって、日米野球2014の日本代表に、追加招集された。この大会では、11月20日沖縄セルラースタジアム、那覇で行われた。 最終戦で、先発登板し、3回を投げ4安打4死93、脱三振1失点で、勝利投手となった。2015年、2月16日に、グローバルベースボールマッチ2015サムライジャパン対、欧州代表の日本代表に選出されたことが、発表された。3月11日の第2戦に3番手として、登板し、2回を投げている。 シーズンでは6月は4試合に先発し、4日の対横浜 DNA ベイスターズ戦では3年ぶり2度目の完封勝利。リーグトップ対の3勝、防御率も1.00で、月間 MVP を受賞した。チームが優勝を決めた9月18日西部戦では7回、1失点で勝ち投手になり12勝目。1年間先発ローテーションを守り、自己最多の13勝。 勝率はリーグ2位と活躍しチームの2年連続リーグ優勝に貢献した。東京ヤクルトスワローズとの日本シリーズは初戦に登板し9回に失点で関東勝利を挙げ2年連続で優秀選手賞し日本一に貢献した。7月16日に第1回 WBSC プレミア12の日本代表第1次。 候補選手に選出されたことが発表され、9月10日に第1回 WBSC プレミア12の日本代表候補選手に選出されたことが発表され、10月9日に最終ロースター28名に選出されたことが発表された。2016年開幕前の2月15日に、 侍ジャパン強化試合日本 VS チャイニーズタイペイの日本代表26名に選出されたことが発表された。3月6日に行われた第2戦に先発。3回を投げて、被安打1、失点1だった。3月27日の開幕第3戦、大楽天戦に先発し、同年初登板を初勝利で飾った。6月27日のロッテ戦で、 自己アーストタイの3回6失点で降板した。シーズンを通して、和田武史に次ぐ、自己最多の14勝を挙げ、チーム最多の投球回数183回を記録するなど、先発ローテーションの一角を担い活躍した。シーズンオフの10月18日に、侍ジャパン野球オランダ代表野球メキシコ、代表強化試合の日本代表に選出されたことが、発表された。 12月21日、契約公開を行い、5000万円増の年俸1億2000万円でサインした。2017年、大谷翔平が右足首を故障したため、WBC に追加招集された。本大会では、中国戦に先発したが、当番はその1試合に終わった。シーズンでは4月に肩を痛め離脱し、夏場に復帰したものの、 六勝に終わり、規定投球回にも3年ぶりに到達できなかった。ポストシーズンは、楽天とのクライマックスシリーズファイナルステージを置いて、10月22日に行われた第5戦に先発登板。7回を被安だ後、無失点の高頭で勝利をつかみ、チームの日本シリーズ進出を決めた。 横浜との日本シリーズでは、10月31日に行われた第3戦に先発登板。1失点で5回途中降板となったが、チームは勝利し、2年ぶりの日本一奪還に貢献した。シーズンオフの12月21日、契約公開交渉に臨み、3000万円ダウンの年俸9000万円でサインした。同日、来シーズンから、 背番号を18に変更することが発表された。2018年3月31日の対オリックス戦において開幕先発ローテーション2番手として先発当番を迎えるが、甲府調の波が激しく6月29日の対ロッテ戦では自身初めてのレギュラーシーズンでの中継ぎ投手としての当番を経験し8月末以降は 中継ぎ投手としての起用が多くなる。9月1日に、楽天生命パーク宮城で行われた対、東北楽天戦において初セーブを、10月6日の対、西武戦では、中継ぎ投手としての初勝利を挙げる。同年シーズンは、先発登板17試合を含む27試合に、登板し、4勝9敗1セーブ、防御率4.48の成績を記録した。チーム、 自己最多の三冠風勝利を記録するも、先発での勝利は、その三勝で9敗は、自己アーストだった。ポストシーズンのクライマックスシリーズにおいては、先発投手降板後の2番手投手として起用され、日本ハムとのファーストステージ第1戦で2回に、3を投げ勝利投手となる。西部とのファイナルステージでは2試合に登板にし、第4戦では2回を投げ勝利投手となった。 広島東洋カープとの日本シリーズでは、第2戦以外のすべての試合に、リリーフとバーにし、チームの日本一連覇に貢献した。シーズンオフの12月28日、契約公開交渉に臨み、500万円ダウンの年俸8500万円プラス出来高払いで、サインした。2019年4月4日の対オリックス戦において、開幕先発ローテーション6番手として、 先発登板を迎え、勝利を挙げる。しかし、5月10日の対東北楽天戦では8、失点を喫し、しばらく中継ぎに配置転換された。8月14日の対東北楽天戦で先発に戻ると、8回3失点で勝利投手となる。だが、9月に入ると右肘に違和感を覚えたこともあり、再び中継ぎに回った。 西武とのクライマックスシリーズファイナルステージでは、第2戦に先発登板。4回0、3を投げて3失点とし、チームは勝利した。日本シリーズでの登板はなく、シーズンオフには違和感を覚えていた右肘のクリーニング手術を受けた。12月26日、500万円減となる、推定年俸8000万円出来高払いで契約を公開した。 2020年、手術のリハビリのため開幕をファームで迎えた。ウアスタンリーグで8月14日21日の2試合15回を無失点と高騰した。首の針で抹消された東浜巨の入れ替わりという形で8月28日に一軍昇格、同日の対日本ハム戦のシーズン初登板。 初先発で7回1失点と抑え、2019年9月1日以来362日ぶりの勝利投手となった。9月30日の大楽天戦では、7失点で自己最短タイの1回0、3で降板すると、翌10月1日に一軍登録を抹消された。10月28日に一軍に再昇格したが、2度、中継ぎで起用されただけで先発する機会は、 めぐってこなかった。最終的に7試合に登板し、2勝2敗、防御率6.48に終わった。オフに2000万円減となる、推定年俸6000万円で契約を公開した。2021年5月18日の西武戦で9回、2失点、2018年以来、3年ぶりの関東で3勝目。 交流戦でも2試合連続2桁脱三振を奪うなど、先発の軸として活躍していたが、7月に右手人差し指を痛めて後半戦は登板できず、同年は12試合、4勝5敗、防御率2.68を記録した。オフに、翌年に FA 権を取得予定であることを踏まえ年俸変動制の4年契約を結び、 2022年の推定年報は9000万円増の1億5000万円、出来高払いとなった。大型契約になったことについては、自分が一番びっくりしていますと語った。オーバースローから、平均急速約時速 145km、最速時速 154km の速球、角度や急速に変化をつけた3種類のカーブ、縦と横のスライダーチェンジアップと、 多彩な変化球を投げ分ける。プロ入り後は、フォークボールや、縦に大きく落ちる事象、V スライダー、投資コーチの佐藤義則の名がついた、よしボールにも挑戦した。特に、魔球と形容される、縦に大きく割れる落差のあるカーブを、最大の武器としている。解説者からはカーブと称され、自身は当初スライダーとも述べていたが、後に、本人のインタビューで、 ドロップカーブが公認となった。このカーブについては、小学生時代にやっていたバレーボールでアタックを打つ、時の腕の使い方が原点で、自分の投球フォームは、バレーボールのアタックから来ていると語っている。球速だけにこだわらず、打者をいかに打ち取るかを探求しており、練習や、自身の投球などを細かく、ノートに綴っている。高校時代から経練が癖になっており、 カフェイン摂取制限などの対策をとっている。ダルビッシュ有のように体のバランスをとる目的で、左でも投球できる。目標としている投手は、杉内俊也と和田武氏で、セールスポイントは、笑顔です。スピードボールで三振も取りたいですが、頭を使った投球ができる投手になりたいと、新入団選手発表で語った。投演に、小袋の小渕健太郎がいる。 好きなアーティストはウーバーワールドで2014年から楽曲を登場曲にしている。ライブにもたびたび訪れるほかメンバーとも親交がある。CM 広告ありがとうございます。